夏に叔父が亡くなりました。叔父は父親が亡くなった私と弟を本当の子供のように可愛がってくれ、成人してからもいろいろな相談に乗ってくれました。家が大好きだった叔父のために帰宅できるようにし、お別れの式をすることにしました。あの頃のままにと心の瞳で送ってあげようと思っています。コロナが収束するまでまだまだ時間がかかりそうですが、林部さんもくれぐれもお体には気をつけて活躍されることを願っています。追伸、ラピスラズリの涙を聞くと叔父のことと重なっていろんなことを思い出し涙が溢れてきます。